熱心なお主人のお取りください。熱心さ、さっきね、解説始めた時に洞窟の中に入ってて出てこなかったと思うんですけど、日中表に出てること本当に少ないです。普段ね、本当にずっと岩山の中に入ってて、で喧嘩が始まると出てきて止めます。でもう疲れたら帰って寝ますみたいな感じを繰り返してます。あんたはいつまで赤ちゃんやってんのよ。普通は、それこそ僕がね、こういったね、子供のお猿さんが人間のところ来てると普通は怒るんですよ。怒るけどね、僕がも20年もうちのことやってると、うちの係員が別にね、悪さしないっていうの分かってますので、だからね、全然気にしないでね、見守っててくれるんですよ。ねえ、寝て、お顔見てあげて。そんなところでね、約束の30分経ちましたので、そろそろ終わりにしようかなと思うんですけど、皆様の方から何か聞いてみたいこと、質問とかってありますか？もしよければこの際なので、答えられる質問だけでお願いします。私も全知全能ではありませんので、2人について全て知ってるわけではないんですけど、もしよければね、気になることがあれば聞いていただきたいなと思うんですけど、何か質問とかありますか？大丈夫ですか？じゃあ今日ちょっと最近の中だと結構暑いので。